僕、一回実家にいるときに、携帯電話代払えなくて、親にも友達にもお金借りてたから、どうしようと思ったんですよね。なんか通知来て、その日までにお金払わないと解約しますよって来たんですね。で、お金ないけど、周り見渡したら、弟のパソコンがあったんですよ。デスクトップの、当時、カラフルなスケルトンのオレンジ色のかっこいいやつ。iMac 的なやつですかね。これだと思って、これだじゃねえよ。これだと思って、それを質屋に持ってたんですよ。生まれて初めて。ほう、それすが3げえ。万円になって、パソコンってお金になるんだと思って、質屋で。で、その3万円持って、携帯代払いに行って、無事終わって、で、無家に事、帰って、はい、もう忘れて、もう寝転がってテレビ見てたんですよ。そしたら弟が仕事から帰ってきて、パソコンどうしたのってなって、質屋に持ってったらね、怒られると思ったから、慌てて嘘ついて、友達に貸したって言って。大人のつく嘘じゃないですよね。友達に貸したって。友達にそう、弟のパソコン貸さないですよ。もう弟がそれで切れて、泥棒って言われて、土下座して謝ったんですけど、弟に肩こう蹴っ飛ばされて、出てけ、ギャーンって蹴っ飛ばされて、で、そのまま家出ていきましたよ、そ なの。んだそいのやい話。や、いや、あんた泥棒だよ、それ。これ泥棒ですよね。うん、弟普通が訴えたらに泥棒だ弟。いやいや、家よ。族だから、ひろゆきさん。家族いやいだから。家や。族。しかも、そのパソコンを自分の車で売りに行ってるんですよ。車あんの？車車持っ売ればいいじゃないですか。そうなんどういうこです。いやいや、と？車は必要ですよ、ひろゆきさん。移動手段として。それはダメやです。べえやつだ。なんだろう。チャンネル登録とか、高評価するの、本当やめてもらっていいですかね。いやいや。黒雪、嘘つくのやめてもらっていいですか。